こんにちは。股関節専門サロンまともしやついのヒップチューバー、タイマです。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日も、仙台店からお送りしております。今日はですね、腰のお話をしていこうかと思います。腰のお話をして、その後の実技も腰の筋肉のほぐし方を説明していきたいと思います。なんだ股関節じゃないのかと思うかもしれないですけども、腰と股関節というのは非常に関連性が深くて大事な場所になってきます。股関節の痛みにも通じてくる場所になってきますので、ぜひ、聞いていただけると嬉しいです。腰の病気として腰椎の滑り症というのがあります。この動画を見てくださってるですね、股関節症の方の中でも滑り症と言われたことがある方は多いんじゃないでしょうか。股関節症と合併しやすい、病名が3つあります。一つが今言った、滑り症、もう一つは扁平足で、もう一つが、外反母趾ですね。この3つ、変形性股関節症とよく合併する症状となってきますね。セットと考えていただいてもいいと思います。皆さんこれね、結構当てはまる人多いんじゃないかなと思いますね。腰椎滑り症っていうのは、腰のですね、腰骨って背骨の中の腰の部分って5個骨が縦にこう並んでるわけですね。はい、ちょっと絵の方描いてましたけども、こちらが正常、こっちが滑り症ということでね、何が違うかなっていうのはもう見ていただければ分かると思いますね。これ正常の方はですね、ここの骨の後ろのライン、これ上から上の5個、四角の5個が、腰椎ですね、腰骨で、下の長いところが横から見た骨盤だと思ってください。仙骨というところなんですけどもね、これの後ろのラインがこう揃っているのが正常ですね。で、逆に滑り症ね、当然分かる通りこの骨が問題ですよね。この骨が前に滑ってしまってますよってことです。それによってここがボコッと滑らかなラインをたどれなくなってしまいますね。前から見ても当然同じようにボコッと出てしまって、これが場合によってはここの前後を通っている神経を圧迫してしまって症状を出すというのが、腰椎滑り症ということになります。なんですけれども、皆さん滑り症、こういった上下の背骨がですね、前後にずれるように滑るわけですけども、怖がる必要はありません。なぜかというと、腰椎滑り症の方は世の中いっぱいいます。いっぱいいるんですけど、ほとんどの方が知りません。なぜなら腰痛が出てないからです。腰痛が出たり、足に神経症状ですね、しびれとか麻痺とかそういうのが出てなければ、腰のレントゲン写真を撮ることってないじゃないですか。1年に1回の健康診断で腰のレントゲン写真撮らないですよね。そうするとね、やっぱり気づかないんです。気づかないけれども、ある程度の年齢いくと滑り症の方は、非常に多いんです。でも気づかないってことは、股関節症と同じで、このレントゲン画像っていうのはあくまでも参考材料の一つであって、症状と一致してくるわけではないんです。滑り症があっても、何の症状も出てない方が多いということですね。ですからそんなに怖がらなくていい。ただ怖がらなくていいと言っても、先ほど言った神経症状っていうのは見ておかなきゃいけない。それは何かと言ったら、今言ったしびれですね。足にしびれがあるよ、特に気をつけなきゃいけないのは、そうですね、足首から下ですね、足の指先とかにしびれがあるとか、これ気をつけなきゃいけない。あとは同じように麻痺ですね。麻痺っていうのは何かというと、例えば触った時、足の指とか、足の甲を、足の裏を触った時に、右と左と比べてみてください。両方触ってみて、明らかになんか片方の足だけ鈍いなとか、あるいはお風呂に入った時、あったかいとか寒い、冷たいが分かりにくいとか、こういった麻痺症状ですね、これも注意しておかなきゃいけないですね。こういったところですね。あとはそうですね、そういった触った時の感覚と麻痺ですね。あとは筋力ですね。足の指を例えば上に反らすとか、これの効きが悪くなってる、あるいはこれの効きが左右差があるとかね、こういった運動の麻痺っていうのも考えられますね。このような神経症状が出てるか出てないか、ここは気をつけた方がいいんですけども、
まあ、ほとんどの方が出てないと思うんです。出てる方もいるけれども少数派ですから、まあ、そういった症状が出てなければ腰に滑り症があってもそんなに気にしなくても大丈夫です。まあ、その後経過としてね、そういった症状が出てこないかっていうのは注意していかなきゃいけないけれども、現時点ではここの滑ってることは何ら悪さをしていないということになるので、そんなに気にしなくても大丈夫です。これは股関節症の骨の形も一緒ですね。股関節の症のレントゲン写真と症状っていうのは一致してこないんですよと一緒です。腰も同じことが言えるので、そんなに気にしなくて大丈夫です。私もですね、首、ストレートネックで、もうね、正直言っておじいちゃんみたいなレントゲン写真なんですよ。非常に首の状態が良くない。まあ、これは僕もね、両方とも球外形成不全がありますから、まあ、股関節からも来ているような姿勢の悪さから、そういったストレートネックになってしまってはいるんだと自分では思ってるんですけども、でもですね、今現在症状は何も出ない。首が痛いとかじゃないし、肩こりもないし、手にですね、しびれとか麻痺とか感覚が鈍いとか、そういった症状全く出てない。ですから、まあ、これもストレートネックっていうのも、まあ、ストレートネックで実際、CT 撮ると神経圧迫してるんですよ、僕の首ね。だけども症状出てないということで、レントゲン写真 CT、MRI と実際の症状っていうのは一致してこないっていうことがありますんで、まあ、そういったところ股関節症も腰も同じように考えていただければいいかなと思います。ですから、滑り症というふうに整形のお医者さんに診断されてもそんなに心配しないで、見るとこだけ見てそこが問題なければ あまり気にしないで、いいでしょうということを今日は、理解していただければいいかなと思っております。はい、それでは今日はですね、それに伴って、まあ、腰痛ですね、腰痛も股関節症で合併している方多いので、腰痛の取り方とボールほぐしでやっていきたいと思います。で、これっていうのはですね、腰、特にこういった腰骨ですね、まあ、骨盤とつながっているわけで、骨盤の上にすぐ腰骨があります。で、骨盤っていうのは股関節がはまっているところですね。ですから骨盤の上に腰骨、下に股関節という位置関係ですから、非常に骨盤の動きで腰も股関節も両方動くというところで非常に関係性が深いんですね。で、逆に腰が硬すぎちゃうと、腰が硬いことで骨盤が動かない。そうすることによって股関節に悪い影響が出るってこともあるんですね。やはり腰の柔軟性っていうのも股関節を良くしていくためにとても重要なことになります。腰も柔らかく、股関節も柔らかくして骨盤がしっかり動くように、上下左右前後左右に動くようにしてあげるとすごくいい状態になってきます。痛みが出にくい状態になってきますので、そういった意味でも今日やる腰のほぐし方っていうのもね、自主トレーニングケアに入れていただければなと思っております。まずどこをほぐすのか、腰のどこをほぐすのかっていうのを説明していきますね。これ一応ですね、人間の体は背中側から見たいです。この四角、上から5個が、腰骨。で、この三角形が仙骨と言われる骨盤の部分ですね。股関節がここにあります。ちょっとこっち形が悪いですね。こっち形が悪いですね。股関節症ですかね。これのどこをほぐしていくかというと、一番効果が出やすいのが、この付け根のところ。一番下の腰骨と骨盤がくっつくところ。ここが一番効果が出やすい場所なので、ここを狙っていくのが効果的かなと。で、背筋っていうのがこの背骨の両脇にこうね、両方ともついてますよね。まあ、ここどこをほぐしていただいても構わないと思います。背骨を直接ほぐさないようにしていただければいいです。ただ一番効果が出やすいのがこの付け根ですよということで、ここを狙ったやり方を今日はちょっと説明していきたいと思います。はい、今日はちょっと仙台店でテニスボールなどがないので、ラッコちゃんを使ってほぐしていきたいと思います。今ホワイトボードで説明した、腰骨のところですね。腰骨が骨盤があって背骨がくっつくところ、この一番付け根のところですね。ここに、このようにボールが来るように、こうですね、ボールが来るように、乗っかります。仰向けでやりますね。仰向けでこのようにここに入ってますね、ボールがね。これで入れた方と反対側の膝を立てます。で、ラッコちゃんボールに向かってグッとねじる、自分の体重をかけてほぐしていきます。行ったり来たり、
あるいはグッと止めたまんまでもいいし、ここでグリグリしてもいいです。あ、ほぐれるな、気持ちいいなっていうやり方でいいです。で、両方やるといいですね。反対側にも入れてですね、同じように入れた方と反対の膝を立ててグッとこのようにして、腰をほぐしていきます。まあ、付け根だけじゃなくて、ちょっと上の方ですね、普段痛いなって感じてるところ、腰痛があるなって感じてるところ、あるいは当てると硬いなとか気持ちいいなってところでもいいです。そういったところをですね、探して、やっていくといいと思います。とにかく背骨だけには当てないように、背骨の両脇をほぐすというのが重要です。で、万が一ですね、これやった後に腰痛がひどくなってしまったとか、股関節に痛みが出てしまったというようなことがあれば、ここの腰をほぐすのは中止しておいてください。やる時間ですけども、特に制限はありません。そんなに危ない場所ではありませんので、気持ちよくマッサージ感覚で長い時間やってもいいと思います。本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録まだされてない方、下にチャンネル登録という赤い文字がありますので、そこをクリックするか、ここに出てくる私のちっちゃな写真をクリックしていただくとチャンネル登録できます。ぜひ、登録の方よろしくお願いいたします。また今日の動画ためになったよ、良かったよって方はですね、下にありますいいねボタン、このグッドマークですねがあると思いますので、そちらをクリックしていただけると私の動画作りのモチベーションになりますので、ぜひ押してください。あとですね、何か質問等ありましたら下にコメント書く欄もあります。携帯画面だと一番下までぐーっとスクロールして下にコメントって出てきますが、そこにですね記入することできますので、何か質問あればコメントください。時間ができ次第返信を必ずしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。皆さんお大事にしてください。